ダニー・スパイビーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タンパ出身。金髪と203センチメートルの巨体から日本では、黄金の足の異名を持ち、主に全日本プロレスで活躍した。ザ・デストロイヤーの元娘婿でもある。ジョージア州立大学在学中は、 アメリカンフットボールで体を鍛え、1984年に幼い頃からファンだったというエディグラハムにスカウトされ、大学卒業後にプロレス入り。ダスティ・ローデス、バリー・ウィンダム、リック・マーテルといった早々たるレスラーたちから、レスリングの手ほどきを受け、ノースカロライナの NWA ミッドアトランティック地区でデビューを果たす。デビュー後は、イーグルというリングネームを名乗り、 練習仲間だった雇用テこと、スコットホールとタッグチーム、アメリカンスターシップを結成し、主にセントラルステーツ地区で活動。チームを解散すると、ミッドアトランティックに戻るが、1986年に WWF に入団。ゴールデンボーイのニックネームで売り出し、離脱したバリーウィンダムの公認として、 マイクロトンドのタッグパートナーにもなるが目が出ず、目立った活躍を果たせないまま離脱することとなった。1988年5月、全日本プロレスに初来日。その風貌から黄金の足と呼ばれ、スタン・ハンセン、スティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディと共に全日本最強外国人の一人として活躍。1989年には当時アメリカの トップスターだったスティングがワンマッチのみで全日本に初来日した際、シングルマッチで対戦し、勝利を収めた。同時期、アメリカでは NWAWCW を主戦場にシットビシャスとの大型タッグチームスカイスクレーパーズを結成。リックスコットのスタイナーブラザーズなどと構想を展開した。1991年4月18日。 日本武道館で当時同じく全日最強外国人として活躍していたスティーブ・ウィリアムステリー・ゴディの殺人魚雷チームが持っていた世界タッグ王座にハンセンと組んで挑戦第15代世界タッグ王者となった全日本を離脱後は1995年に WWF と再契約トレードマークだった金髪を黒く染めウェーロン・マーシーのリングネームで アロハシャツに入れ墨という精神異常者ギミックに変身した。引退後は兄の経営する建設会社で働いている。一時期、フロリダの芸能プロダクションに在籍し、俳優やモデル等の仕事をしていた。ありがとうございます。